様の前に置いてある石の鉢の真っ黒にすすけたのをもったいらしく錦の袋に入れて姫のもとに差し出しました。ところが立派な光のあるはずの鉢は蛍火ほどの光もないのですぐに注文違いと言って跳ねつけられてしまいました。第2番、倉持の巫女は蓬莱の玉の枝を取りに行くと言いふらしてなでをするにはしましたが、実は3日目にこっそりと帰って金がねたくんでおいた通り上手の玉職人を多く押し寄せ、ひそかに注文に行った玉の枝を作らせて姫のところに持っていきました。大きな姫のその細工の立派のに驚いていますと、そこに運悪く玉職人の親方がやってきて、半日あまりも骨をして作ったのにまだ細工賃をくださるというご沙汰がないか苦情を持ち込みましたので、まやかしということが分かって、これもたちまち突っ返され、巫女は大恥をかいて引き下がりました。3番目の阿部の右大臣、財産家でしたから、あまり悪おしくはたくまず、ちょうどその年に日本に来た当選にあつらえてひねずみの皮衣というものを買ってくるように頼みました。やがてその秋うどはようようのことで、元は天竺にあったのを求めたという手紙を添えて皮衣らしいものを送り、前に預かった代金の不足を請求してきました。大臣は喜んで品物を見ると、皮衣は根性色で毛の先は黄金色をしております。これならば姫の気に入るに違いない、きっと自分は姫のお婿さんになれるだろうなどと考えて大めかしに寝かし込んで出かけました。姫は一時は本物かと思ってないない心配しましたが、焼けないはずだから試してみようというので火をつけさせてみると、ひとたまりもなくメラメラと焼けました。そこで右大臣もすっかり当てが外れました。4番目の大友の大納言は家来どもを集めて厳命を下し、必ず辰の首の玉を取ってこいと言って、屋敷内にある金、綿、銭のありったけを出して御用にさせました。ところが家来たちが主人の愚かなのを阻止、玉を取りに行くふりをしてめめ勝手な方へ出かけたり、自分の家に引きこもったりしていました。右大臣は待ちかねて自分でも遠い海にこぎ出して図を見つけ次第矢先にかけて落とそうと思っているうちに、九州の方へ吹き流され激しい雷雨、その後明石の浜に吹き返され、波風に揉まれて死人のようになって磯端に倒れていました。ようようのこと、国の役人の世話で手腰に乗せられて家に着きました。そこへ家来どもが駆けつけてお見舞いを申し上げると、大納言は相撲のように赤くなった目を開いて、実は雷のようなものと見えた、あれを殺しでもしたらこの方の命はあるまい、お前たちはよく辰を取らずに来た、夏どもちゃんと褒めになって、うちに少々残っていたものを褒美に取らせました。もちろん姫の難題にはお辞儀を振る、かぐや姫の大語り名と叫んでまたと近寄ろうとしません。5番目の磯の神の中納言は、ツバメの小安さんが取るのに苦心していろいろと人に相談してみたうちに、ある下役の男の勧めに着くことにしました。そこで自分でカゴに乗って綱で高い矢の胸に引き上げさせて、ツバメが卵を産むところを探るうちに、ふと